はい、今回ですね、ちょっと前のやつですね、カニベースですね。まあ、これなんかあれですね、ワールドツアーのブラックホールに使えるんでしたっけ？またちょっとね、これもどこかで上げていきたいかなとは思うんですけどね、アビリティがね、異次元ホール無効、落雷回復中、水減速無効ですね。で、まあ、結構、まあ、コメント見る限りは結構使えるんじゃないかな。またおそらくね、ちょっとこの時点ではね、イベント終わっちゃってるんですけど、まあ、再びやるんじゃないかなと思うんでね。僕もこれ1体しか作ってないんでね、また出てきたらちょっと作っていこうかなとは思いますね。3体ぐらいいったらワールドツアーで結構使えるんじゃないかなとは思います。まあ、アビリティは若干攻撃力が高いぐらいで、あとはちょっと、まあ、めちゃくちゃ低いってわけではないですけどね。まあ、HP も絆マックスで2万3000なんで、まあ、決して高い方ではないんですけど、まあ、でもね、絆マックスしやすい超人だったんで、まあ、これはこれでいいんじゃないかなと思います。で、U 字アタックがね、傘投げつけて、これはまあ、ウォーズマンのね、真弓と一緒じゃないかなと思いますね。で、必殺技がね、これドリームじゃんけんってやつで、狙った敵とじゃんけん出した手によって相手を攻撃する技、出した手により効果範囲が変動ということで、これ数パターンあるのかなって感じなんで、まあ、許す限りちょっとね、何パターンができれば出したいと思うけどね、1パターンで終わるかもしれないです。まあ、とりあえずやっていきましょうか。よいしょ。まあこんな感じですね。範囲攻撃に敵一体に向けて傘を投げつけるみたいな感じですね。ちなみにまあね、もうあんまりね、そんなさっくりと行くんでね、ここで若干ね、カニベースについてね、お話ししようと思うんだけどね、前僕、ビーンズマンで最弱じゃねえかって言ってたんだけど、超人パワーはカニベースがね、これ多分最弱で2パワーですよね、これ。これちょっと僕知らなかったですね。不覚にも。勉強不足ですね。カニベースがね、最弱。超人強度だけ見たら最弱2パワーですね。1パワーがちょっといるかどうかちょっと、ちょっとわかんないんですけど、ちょっとやってみましょうか。それせっかくなんでね。ほい。うん。あ、なるほどね。グーで出すか、パーで出すか、チョキで出すかっていう、そういう感じなのかな。まあ、これちょっと、粘るかもしれないし、ちょっとね、またね、ここでね、またちょっとカットしてね、別バージョンの出たとシーンをね、ちょっと、見せていきたいかなと思います。では、一回カットします。じゃあまたちょっとやってきますね。さっきがグーか。多分パーが一番、当たりなのかな？範囲のことだけ考えるとね。チョキ。多分そうですね。パーが一番なんか当たりくさいな。チョキもなんかちょっとね、縦に少し長かった気もしますけどね。またちょっとね、頑張ってパー出したいと思います。一回じゃあ。ここでカットします。さて、どうかな？よいしょ。パーか、パー、パー。よし。微妙だけどな。パーのが若干広い感じかなとは思いましたね。つう感じでね、まあ、ちょっと使ってて楽しいキャラなんじゃないかなと思います。ちなみにまあね、2パワーでなんでイタリア代表のね、超人になれたかっていうのは、未だに謎らしいですね。まあ何も考えずに、その設定したんじゃないかなとは思うんですけどね。ちなみにまあ、イタリアの超人っていうと2世だとスカフェイスがいるからね、決して、イタリアの超人側は弱いやつばっかってことはないと思うんですけどね。世代は違えど。まあ、そんな感じです。ということでね、まあ、これからは多分、ワールドツアー中心に使っていけるんじゃないかなと思います。では。